距離を詰めていく。まあ、畑村さん、ストレート、3分3ラウンド制、3ノックダウンシステムで争われます。7試合のこの、さあ試合が始まりました。いよいよ始まりましたね。挑戦された以上ですね、もう本当に強い、まあ、どこまで戦えるかちょっと楽しみですよね。そうですね、まあ、この開幕戦出れることも大チャンスですけども、飛び火だ、ね、ザンビですね、勝ったらいきなりね、本当世界決勝トーナメントも出れますし、ハイキック、まあ、第3の男としてね、なれるかどうかで、チャンス、なんとしても今回後悔しない戦いをしたいです。そうですね、正人選手もですね、わ、今いい右入りました、右入りましたね、初選手早田の右が、いいですね、アルバートクラ、左のボディ、大きな音を立てます。それでも早田は出ていく。しかしこのザンビさん、パンチがうまいですね、本当にね、ボディの力でボクサーです、はい、ギリシャですね、それに対してのこのザンビディスの拳ですね、畠山さん、はい、パンチのテクニックありますね、技術すごくあるんですよね、はい、ファイナルラウンドに入りました。左日本の早田、そして右ギリシャ、前役しております。いいミドルですよ、そのミドルでザンビディスの腕を動かした。かなりザンビリスの拳を食らってしまってはいるハヤト、しかしそれでもハヤトは下がりません。ミドルキックをカウンターで返していくハヤト、さあ膝いけるか、膝上背ではかなりこのハヤトの右フック、ザンビリスの右フック、鉄のフック、いいパンチありましたね、捉えている。さあ残るわずかなこの時間、もう一度右フック、この小さい体で一撃で中で変えちゃいますからね、流れますね、さすが鉄の拳ですね、距離を詰めていく、まあ、畑村さん、ストレート、ザンビディスの右ストレート、残念、鉄の拳が早田の顔面を砕いていった。いやこれね、打ち合いに行ったらやっぱりザンビディス見逃せないですよね。ここで時間を、最後にファイナルラウンド終了間際にダウンを喫した早田、いやよく頑張りましたよね、だけど、勇気あるね、この右、あこれ一発ですね、完璧に入りました。3ラウンド残りわずかなところでダウン、判定の結果、判定の結果です、ジャッジ三岡正人30対27、赤マイク、ザンビディス、ザンビディス勝ちました、あと懸命に頑張りましたが。